バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間を発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイも最後までイチャイチャとお付き合いくださいませ、よろしくお願いいたします。実はですね、ようこ、もうずっとじゃないか、ちょっと前からね、チラッチラッと嬉しいアピールをしておりました。鹿児島市でのディナーショーの開催は初めてとなります。株式会社大新、そして株式会社日満プレゼンツ、ようこディナーショー2024、あと城山ホテル鹿児島4階のパールにて開催決まりました。イエイ、ありがとうございます。なんとですね、鼻水をズビってしてしまいましたけれども、興奮しているからね、今ね、もう鼻水 もう涙も何もかんも出ますよね。3月16日土曜日でございます。皆さん、航空券は販売中ですよ。ぜひようこのディナーショー楽しみにいらしていただけないでしょうか。でね、なんとチケットはゆきちさんが2枚に、一葉さんが1枚、合ってる25,000円です。25,000円からって書いておけばよかったかなまあそんなね、冗談交じりに言わないとワオって金額だと思われると思うんですよね、なんですけれども、美味しいお料理と、そしてほとんどの方にね、景品が当たるように何か陽子が準備できたらなと思ってね、画伯じゃないんで絵は描けませんが、なんかこうね、もうみんな持ってるであろう CD も渡しちゃおうかなくらいのね、大盤振る舞いができたらと思ってますので、抽選会あり、そちらの抽選会も楽しみにいらしていただきたいと思います。もう冒頭でこんなに興奮して喋ってしまいましたが、司会は辻恵子さん、大好きな恵子さん、そしてギター石、ベース服部みなと、キーボード北園真由美、ドラム杉野俊之、ようこバンドでお届けします。ということでね、今回はもうディナーショーなので、娘たちは泣く泣く出れないよと、大人の時間よということでね、はい、舞台袖か会場で一緒に楽しんでくれてると思うんですけれども、ぜひまだまだ皆さん間に合いますのでね、お席もたっぷりご準備しておりますので、ぜひ、メッセージや、お電話くださいませ。バニラスカイ宛てにお願いいたします。ではここで1曲、めちゃくちゃ甘いラブソングをフォーザンホールバージョンでね、お届けしたいと思います。ようこでスウィーティー。愛してもずっとずっと I will love you forever and ever、こんなに愛するって知らなかったの、いつもそばにあなたがいて、どんな時を包んでくれるその声も、腕の中も全部あたしだけのもの、苦しいくらいあなたのリズムに負けそう、何もいらないかな、早く来て、愛してもずっとずっとあなただけを思っていく、手と手合わせて生まれる幸せを守り続けよう。
愛してもずっとずっとあなたに愛されて強くなるこの世界ごと守れちゃうくらいに愛してるずっとずっと I will love you forever ever。 お聴きいただきました曲は陽子でスウィーティーでした。宝山宝珠バージョンと言いましたけれども、去年開催しました1500人入るホールでのコンサートのアンコール1曲目でね、次女ののんちゃん、1歳ののんちゃんを抱っこしながらね歌ったんですけれども、一子のギターとね3人でお届けしましたが、全部のんちゃんが持っていたあの歴史に残る音源でございます。まもなくね、ほんと YouTube もその宝山ホールの模様を発信していこうと思ってるんですけれども、まあね、1月もっと暇だと思ってたんだよね。暇でどうしようかなって思ってたのに忙しいんだよねもう本当音楽の神様に感謝です。ありがとうございます。そしたらね、あっという間に2月3月過ぎそうだなって。でね、いつ沖縄に行こうかなと思った時に、春休みよりやっぱ夏休みがいいのかなと思ってね。でも夏はね、去年忙しかったからね、どこかで合間を見つけて、その時はひふみさんと一緒にね生放送楽しみに行いたいなと思ってるんですけれども、まあ今ね陽子たちは家族会議で年間スケジュールや、まあ、その月のねミーティングとかをね行っておりますのでね、それぞれが忙しいけど、あ、この日があったとかね、いきなりこの日休みになったとか、まあ、そういうなんかこう棚からボタン持ち的な、ボタン持ちじゃなくて棚からお休みっていう感じのね、ハッピーなね日常が嬉しいんですよ。なのでね、私が休みだと娘がね、え、ママ休みだったのよかったねとか言ってくる、その一言でなんか本当はね稼がなきゃとかね頑張らなきゃって思うんですけれどもね、私たちはね。だけど、あ、いいか、お休みもいいよねみたいな感じでね、まあちょっと手抜きご飯が元手抜きになってしまったりとかねまあそんな感じでね、日常を彩れる、うん、今が本当に幸せだなって思うんですよね。で、当たり前じゃないことをやっぱりね、36歳の陽子はいろいろと経験してますのでね、じゃあこの当たり前の幸せからここを踏み台にしてね、もっともっとジャンプする時、じゃあ何が必要かなって言ったら、やっぱり作戦会議かなと思って、まあ、ミーティングしてるってお伝えしましたけどね、ミーティングと、あと自分の長い目で見たあの計画は本当ね、今こう実行する、は一番の大きな目標は東京ドームコンサートを成功させるなんですけど、それをクリアするためにこういう人に出会わないといけないね、こういう楽曲にも出会わないといけないっていう、そのこういうとかああいうとかいう、そこを明確にもっとしていってね、で、あ、これではこのくらいフォロワー数が増えた、このね楽曲はじゃあ気に入ってもらったとかさ、こう手応えをもっともっと、まあ、企画であったり曲であったりライブであったりで重ねていくっていうことが大事だなと思った時に、ほんとね、今36って言いましたけど、30代のうちに東京ドームコンサートと言っておきながら足りないよね時間って。だって4月になったら私もう37ですからね、わおって感じ。もう娘が17歳になるとか、のんちゃんが2歳になっちゃうとか、もうまあ意思は間もなく62歳になりますけどね、旦那さんの意思はね、まあ、ただね、音楽人はやっぱりこう年齢を重ねれば重ねるほど音のね深みが本当羨ましくて、もうどうやってね背伸びをして自分も深く深く表現できるかな、深くこう届く何かこうなんていうのかな、みんなが欲している楽曲を作れるかなって思ってますけどね。まあそれと同時にやっぱ美容代はねそろそろかけないといけないのかなとかねキラキラしてる女性を見ては思いますよね。まあ年齢に抗うことなく
受け入れつつも老けないっていうのはね、今年の目標、私の中のね女性としての目標だなとか思いつつ、もう1月終わっちゃうまあね、あとね、まあ今日すごくどうでもいいことばっかり喋ってるようで、私の中ではねどうでもよくないことを言ってるのよ一応ね。でまあその中で、まあ、仕事は私は歌い手で行きたいけど、喉のケアは陽子さん何か特別なことされてますって言われて、本当はねしたいし、まあなんだろう、自分でこの、まあ、女性はねやっぱり月経がある分ね、もう1ヶ月ですごくいろんな体質になるんですよね。だから本当喉の管理って難しいんですけど、まあ一つ言えるのは、寒い日に歌うと喉を壊しやすいなっていうのを改めて気づいて、で乾燥はもちろんなんだけど、やっぱね冷たい息で体は冷えるし、それを暖かく出すっていう作業をね体でするには、夏どんだけでも暑くても歌えるのに、冬はもう音程が第一取れない。で、あったかい飲み物を飲んで、まだ冷たい息を吸って歌うと、もうすぐこうなんか、こんな声出すつもりなかったのに、みたいな声になったりとかね。もうほんとね、今は土壌ライブさせていただいてますけれども、自分のそのケアであったり、自分の体と向き合う、めちゃくちゃね、座禅とか修行とか滝に打たれてるくらいね、私はね自分に向き合えるから、まあ私は大好きなんですよね。うん、ただねやっぱり、まあ娘はフルーティストになりたいって、じゃあさ楽器がめちゃくちゃ冷えるでしょ、冷えた楽器を息で吹きながら温めてって言ったら、まあ結構修行だよなって思うとね、自分が一番ベストなパフォーマンスができるような状況、じゃあ国もね、まあ、これから先はさ日本にとどまんなくてもいいじゃない、だからこそ国を選ぶよなとかね、まあ最近自分のことを考えつつも、周りの、まあ、子供たちはじめねお世話になっている方々で大好きなアーティストたちのことを、私の物差しじゃなくて私のフィルターだね、フィルターでその人がじゃどうやってオリジナリティに活躍するのが面白いのかなみたいなね、妄想するのが好きですねまあ妄想癖があるわけじゃないんだけど、でもね妄想は大事、想像力豊かにね、もっともっとこういろんなことにトライしていきたいなと思いまして、まあ陽子とね石は二人三脚なのか二人で一つなのかよくわからないけど、でも音楽的な寿命でいけばもう二人一緒にいると一緒なのでね、あんまりそう長くないよなと。だけどね、生徒さんたちだったり娘たちだったり今からっていう子たちを見てるとね、じゃあ私たちがこれならできる、あれならできると思ってね、いろいろこうワクワクドキドキするんですよね。だから本当大好きな人や応援してくださる方、大事に思いたい方が増えていけば増えていくほどね、あ、私は何人分もね得をしてね生きていられるなって、まあ本当そういう風にね出会った方々に教えていただいたりね、両親はじめおじいちゃんばあちゃんや環境であったりね、そういう教えてくれた人たちに本当感謝ですよね。ではそろそろ2曲目いきましょう。本当感謝の気持ちが絶えないとね、この曲をね聴いていただきたくなります。陽子でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ、この
広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。言葉は明日を変えていくために必要な愛。お聴きいただきました曲はヨーコでキス&ハグでした。最近ねインスタライブをね、センテラステモン館の路上ライブの時に、まあ、3曲前後お届けしてまして、それがきっかけでオリジナル曲を、まあ、YouTube にミュージックビデオでアップしてない分もヨーコが生で歌ってるのをインスタ見たら見れるからっていうことでね、最近ちょっと覚えたよみたいなね嬉しいメッセージが続々と届いております。皆さんありがとうございます。今の時代ね CD じゃないからこそ、まあ、CD をレコーディングするときには一番その楽曲を歌うのが時間的には浅いから下手っぴだなって思ってきたんですけどね、最近作る曲は自分なりにヨーコがどういう声で歌ったら魅力的かっていうゴールを探しながらレコーディングをするようにしてたのでね、とはいえ全然なんですけどね、やっぱ歌い込むね、時間がねレコーディングする時間までにこう10年あったらめちゃくちゃいいレコーディングできるかもしれませんけど、10年あったらもう必要とされない楽曲になっちゃってる可能性も高いからですね。でしょ？だからね、まあ、今自分の最大限にいつも挑戦するんですけれども、まあ、キス&ハグが好きでキスハグ歌ってくださいっていうリクエストは多いんですね。ああよかったって伝わってて受け止めていただけてよかったと思うんですけれど、まあ、本当ね感謝ばかりなのですが、最近ね、ピースオブハートという曲ちょっとお聴きいただきましょうか。先にじゃあ今夜3曲目横でピースオブハート。朝焼けを映したあなたと肌寄せ合い、言い訳を探し空を見上げた。あなたと歩む日々はどんなに素敵だろう、そう思うたびに目をそらす。色のない朝を繰り返し見つけたものは、無邪気な笑顔と変えられぬ想い、すべてを壊して初めて風が誘うから、もう少しだけ言い聞かせて委ねてみるの。別れも出会いもあなたへと続く一つの奇跡になるはずだから、体温に包まれるたび失ってく。綺麗な言葉を並べて過ごしていても、もう戻れないの。あなたのいない溺れてみる。
いただきました曲はヨコでピースオブハートでした。この曲をね歌うときにね、女なヨコじゃないと歌えない時期がねちょっと前はありました。やっぱり産後だったし、あの女なヨコにならないともうお母さん色が強くてさ、この歌詞がねまあどこかこうなんていうのかな、恋している女性のねまあ好き、まあ、ちょっと依存チックな要素もありますからね。今のヨコに皆無すぎてね、いろいろこのピースオブハートに入ってる歌詞がね、だから演じてたんですよね。そしたらやっぱり演じると一足が止まるんですよ。お、ヨコは女の部分も必要とされているのかなっていうのをね、また最近調子に乗ってね、気づいたみたいな感じでおりますので、じゃあ何をしたいか、やっぱりそういう歌詞を書かないといけないよなって自分にね言い聞かせております。で、自分の今の等身大だとね、選ばない言葉をね、じゃあ娘の恋バナ、友達の恋バナ、うん、なんかそういう、あとは漫画とかドラマ映画、そういうね、あ、そういえばこうなるよね、あるあるだよねみたいな。だからガールズトークだとねバッサリねお互い切っちゃうからね、まあ男前女子ばっかりなんでね。だけどまあそういうこうなんていうのかな、片思い切ないとかね、ほんと深層心理的なところをねついたね、なんか女性目線の素敵なワードに出会う旅をねこそ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 しております。まあ、皆さんもね何か思いついた時はヨコにあのネタ提供をお願いいたします。まあ、そんな感じでね新曲とこう向き合いたいなっていう作る意欲、そして多くの方に出会いたいという本当ご縁を紡ぐ意欲、何よりも感謝ばかりなのでね、どうやったらこの感謝してる気持ちが一つ一つの音時間で発揮できるかな、伝えられるかなと思いながらね、本当幸せに生きてられることに皆さんに感謝です。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛にお願いいたします。まあ今回の放送も終わっちゃいますけれども、皆さんメッセージやリクエストを送るの、あ、未送信だったなって方いっぱいいらっしゃいますよね。来週こそはよろしくお願いいたします。そしてね、あなたのカズさん、この間ね久しぶりにねお会いできて嬉しかったですよ。ぜひね皆さん、あのインスタやそして SNS でねつながっていらっしゃる方々、またヨコに会いにいらしていただけたら嬉しいです。一番近いイベントは一番最初にお伝えしました、株式会社大新、そして株式会社日満プレゼンツヨコディナーショー2024 3月16日土曜日、場所は白山ホテル鹿児島でのディナーショーが一番近いので、豪華なね音時間お届けしますので、ぜひ大事な方と遊びにいらしてください。ご予約お待ちしてます。ではこの後はひふみずバーです。ひふみさん、今夜もよろしくお願いいたします。ではでは、めちゃくちゃ寒いけど、もう雪がね鹿児島で降ってわーって喜ぶのと寒っていうのとね大変ですけど、沖縄はねいかがでしょうかね。まあとにかく皆さん寒いけれども、引き続きもっともっとハッピーになって、もっともっと暖かく冬をお過ごしください。では1週間元気に過ごしてね。せーの、バイバイハッピー。